県内では今日4016人の感染と9人の死亡が確認されました。感染が確認されたのは、仙台市発表分が2052人、県発表分が1964人の合わせて4016人です。先週の木曜日より207人増加し、3日連続で4000人を超えました。仙台市以外の保健所別で見ると、最も多いのは、